三章魚川、は、両生綱、優美目に分類されるとが、アフガニスタン、イラン、カザフスタン、大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、トルクメニスタン、日本、ロシア、台湾五種を除いた全種が、東アジアに分布する。化石種を含めてもユーラシア固有化。最大種は、ロンドン三章魚で、 全長15.5から26.5センチメートル。尾は長い。まぶたがある。一方で水生種の一部で、まぶたは発達しない。前肢の指は4本で、後肢の跡は4から5本。涙骨がある。肺は小型。箱根山椒魚属には、肺がなく、西方山椒魚属では、耐火的。ドイツにある赤月、新生、ハンガリーにある、中心よ、ルーマニアにある。 先進魚の地層から化石種が発見されている。原生の郵便目では、唯一尾骨の間に骨がある昔三小魚のみで、昔三生魚赤プロタハイノブイリを構成する説もあった。一方で、昔三小魚は確実な発見例が模式標本となった個体のみで、 後に発見された昔参照魚とされる個体のミトコンドリア DNA の分子系統解析からニセ参照魚属に含める説もある。2012年には箱根参照魚属のみでニカダクティリニー赤を構成する説が提唱されている。以下の分類は吹きのない限りアンフィビーンスピーシーズオブザワールドに従う。陸生もしくは水生で陽性は確認されている限りは水生。 繁殖様式は乱生。確認されている限りは体外受精。食用や薬用とされることもある。開発による生息地の破壊、土砂の流出やゴミによる水質汚濁や水質汚染、漁業による混濁などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。